吉光山屋の道は山梨県北都市小淵沢町尾根にある道を覆う。お道、宝京院道、太鼓の三点が指定有形文化財となっている。完全音菩薩を本尊とし、毎年5月に大般若経天独会を行う。白木三郎吉光が空海商人自らの時による聖完全音菩薩像を大津の三井寺より勘定し、小淵沢村に道を混流し、 矢野堂と称したのが発祥と言われる。義満の孫黒源大成功が、泉の里に京構え小渕沢村戸の平に道を創立し、小渕山、天沢寺を矢野堂の別銅とした。正久寺の遺書によれば、任何年間のことであるという。武田信玄は、開源寺に、ゆかりのある矢野堂を崇拝していたところ、この加護により、大門峠の合戦に勝利したとして、 八ヶ岳の中原の道兵と呼ばれた地に矢の観音を意思して観音表と称した。武田氏滅亡後は、宮間にある観音表は荒廃したため、霊源新たかな矢の観音を捨ておくわけにはいかぬと考えた村民が再び天沢寺に意思したが、その後天沢寺が廃寺となったため、正久寺に仮安置し、正久寺を矢の道の別途とした。 これら由緒については1820年の大般若教官過母などによって伝えられる。道市域高根町倉原に所在する上光寺鎧堂や長野県分にある弓堂もこの吉光山屋の堂の関連施設であると伝えられるが、被災は明らかでない。2020年現存する吉光山屋の堂は1781年小渕沢村尾根地区や 近郊の人々により再建され、観音像が安置された。1820年から、大繁野原三田教授国女、完成十二年更新、新冬、東映山、第十世前、天台座すひと品新郎光、清金銭による、大般野教六百館を貫人し、関世音の大開避と、大般野教の天読会を行い、合わせて二月の二の馬の放映を行った。 2020年現在は、毎年5月3日に、大般若行天読会が行われている。矢野堂の本堂、郷像、宝鏡院堂のほか、馬頭、観音、念仏供養堂、青年混合行進堂など53体の石造物がある。昭和初年までは、矢野堂の側に小さな絵馬堂があり、絵馬の額が奉納され、近在農家の信仰を集めたが、20世紀半ばには、 道う、絵馬共に損失し、現存していない。矢野道の花天井1781年再建、1968年6月12、小渕沢町に文化財指定を受けた。本道は、間口島、奥行き5軒のかやぶきみてぐら作り。運慶、桃光、雲太のがで構成された花天井がある。像は間奥行きのかやぶき生路り。 五物の受けを込めしあずさゆみ、岩の的にあたる、矢野銅の御栄華が残る。宝教院島の十六羅漢二千年に、小渕沢町の文化財に指定された。登録名称は、矢野銅の宝教院銅1813年、高島の石膏、池上平衛門州三行の作。安山岩製で高さ三百七十センチメートル。屋根部の下には、上層に、四方物。 仮想26羅漢の像が浮き彫りされているほか、レンゲ座やその下の部分にも念入りな彫刻が施されている。2005年に小淵沢町の文化財に指定された。登録名称は矢野堂の太鼓。矢野堂太鼓は1850年に小淵沢地区に隣接する旧甲州街道、大賀原宿の太鼓職人急増により作られた。作成年は太鼓の両側の部分ではなく、 欅をくり抜いた太鼓道体の内部に記載されている。主な祭礼行事は毎年の矢野道祭りと61年周期で行われる矢野観音の大会日がある。矢野道祭りは1820年から毎年2月2回目の馬の日に催され、従来は矢野道別党である正久寺鳥二の馬工事による大般若京の天独海鳥二の昼祭りで構成されたもので、 当地における春祭りの走りとされた。当初は大般若教の天読会は観音菩薩像の大会費と合わせて61年に一度の行事であったが、いつの頃からかやの道祭りの行事として毎年行うようになった。祭り当日には、早朝から金号の村村や新州の遠方からも馬を引いて、行員が集い、五国法上や、 家内安全と馬の無病息災を祈願し、六百貫の大般若凶の天独による祈祷を受け、お札と絵馬と振る舞い酒をいただいて帰路に着く。この絵馬は二種類あり、馬の頭が馬小屋の出口の方角を向くように描かれた、東ずまと西ま屋で各位の馬小屋にあった絵馬を持ち帰り、馬小屋に掲げた。こうから馬の購入資金を借り入れている者は、その生産を、 新規に借り入れる場合もこの祭りの際に締結した。矢野堂祭りは太平洋戦争を契機に矢野堂放参会によって3月30日に行われることとなり、1965年以降5月3日に火が改められた。21世紀には二の馬行事は廃止となり、大半矢行天独会のみが受け継がれている。昭和期以降義屋の,の所有者であり、 矢野堂の祭事等を取り仕切る矢野堂法散会は少なくとも太平洋戦争終戦の時点にはすでに活動されていたことが文献上で確認でき矢野堂の所在する小淵沢町尾根地区の住民で構成されている1996年の吹き替え作業後二十数年が経過し矢野堂の屋根を支えるたるきなどの劣化が激しくなり普及が進んでしまったため 2019年より修復に向けた活動を始めた。放散会では、地区住民からの寄付や自己資金、北都市からの補助金など、約900万円の事業費を確保し、翌2020年7月より、蚊きの吹き替え作業が始まった。作業は、同県藤川口湖町の蚊き職人が当たり、古い蚊帳を取り除き、新しい蚊やに吹き替え、普及した梁などが修復されている。 地区の大切な文化財保護を通じて、次世代へ地域の歴史や文化を引き継いでいきたいと、法産会による保護活動が行われている。山梨県北都市小淵沢町小児尾根2139に所在する。大宮神社に隣接し、新しい村づくり事業で整備された尾根集落広場の一角に、ある。ありがとうございます。